待て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 、なんだあれ。エアドロー3つ落ちてんだけど、これは邪魔しに行くべきなのか。あ、誰かすでに行ってんな。けど煙見えてないな。あれ、煙消えるのってこんな早かったっけ。こっから見えないほどの奥川か。迷ったんですけど行ってみるか。なんかデカめの拠点もなさそうだし。おー、行ってる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 。え、ラグくない？うわー、向こう行ってますね。てか俺これ間に合わねえじゃん。上の方から行こうとしてますね。え、黒馬がいる。回収して引いてくる敵を狩ろうかな。え？まだ奥にいたか。さらに二人いましたね。一番最初に戦闘始めちゃダメだったか。で、自分の拠点は無事なんですけど、もしかしたらね、結構タレットの弾を使ってるかもしれん。ちょっと一回タレット止めようかな。いや、使ってないわ、弾。あ、でもここ10発ぐらい使ってますね。ゲートのこの隙間から覗いた敵をタレットがたげったって感じですかね。ここも使ってないと。で、馬もみんな生きてますね。で、自動販売機の売り上げ、スクラップ816売れてます。一番確認しなきゃいけないのは屋上のタレット。あ、使ってないわ。こっちは10発ぐらい使ってますね。ミニコプターでこっち側から侵入しようとした人がいたかもな。あ、もしかしたらこの辺飛んでて下のタレットとこいつがタゲったのかもしれないっすね。ちょうど10発ずつなくなってるしな。タレットのスイッチ戻します。馬小屋拠点の方の寝袋で湧いたんですけど、また肥料が出来上がってんね。いちいちこっちで湧くのめんどくさいから、この2頭を本拠に運んでもいいかもしれないっすね。でね、さっきこの辺に黒馬がいたと思うんだけど、そいつ連れてくるか。これ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 。まあ、その前に、まあ、全回収されてると思うけど、ちょっと自分の死体見てみよう。てか、なんでここでサプライズシグナル3つも投げてたんだろう。ただ適当に投げたのかな。俺、この辺で死んだと思うんだけど。なんもないな。馬連れて行きます。新しい友達来たよ。おい。おー、いいね、いいね、いいね。なんか牧場みたいになってきた。ん？銃声してます。あれだ。ちょっと遠いかな。二人組で走ってますね。え？二人組じゃないの？じゃれ合ってただけか。ん？やっぱり早く8倍スコープ欲しいっすね。ささっと取った鉱石を焼こう。拠点がっつり完成させたいんだけどな。まあずっと言ってる歯車問題があるんで、歯車欲しいんだけど、回られてます。迷ったんですけど、地下行くことにします。まあせっかく地下行くんだったら歯車10個ぐらい取りたいっすね。
さすがに当てれねえか。てか高速弾入ってたんだけど。降りましょう。足音はしないな。まあ定期的に誰か待ってるよねこれ地下で。せっかくだからね、パソコンとカメラも欲しいね。なんか上の方で銃声したな。え？まだいたわ。え？何の音だ？ MLRS ロケット？地上で誰かが撃ってますね。距離的に俺の拠点ではないと思うけど、なんか怖いっすね。全然顔出さなくなった。え？あ、死んでるんだ。そりゃピークしてこないよ。常勤ありがたいっすね。で、全脇っぽくはないな。列車乗ろうかな。バンディットキャンプの駅に向かって進みます。これ右だね。あ、まあ100発ぐらい持ってきたんですけど結構減ってる。マジか。地下の AI からはあんまり556ドロップしないんだな。今これ馬小屋拠点ぐらいっすね。だからバンディットキャンプにだいぶ近いです。降りるか。てかなんかここで弾なくなるかもな、下手すると。なるべくヘッド当てていきたいね。弾出てくれたな。で、ここがバンディットキャンプの駅ですね。一体なわけはないんだよな。あさられた後か。あさられてんな、ここ。出ないっすね。パソコンは出てくれたか。ということで、バンディットキャンプ戻るか。割とロケットレイド近いけどな。これどこでやってんだ。角度的に雪原の拠点をレイドしてるわ。上がりましょう。怖いっすね。バンディットキャンプに戻ってきました。結局歯車4つしか出てないの。分解していきましょう。まあでもスクラップは結構いきそうです。溜まったスクラップで16倍スコープ買おうかな。どの拠点に落とされたんだ MLRS。 ロケットレイド始まりましたね。 MLRS 落ちたとこだな。
分解終了。なんか全然違うとこでもレイド起き始めてるし。おお。夜になったってことで、ナイトビジョンつけて邪魔しに行けねえかな。とりあえず、16倍スコープ購入。さっきエアドロー落ちてた位置なんで、結構いろんな人が漁夫に行く気がするんだよ。ん？ボルワク？急いで準備しよう。このナイトビジョンは前回奪ったやつですね。結構暗いな。ボルワクの音してるんで、もしかしたらレイドベース立ててるかもしれん。どれだ？これじゃないよな。あ、待て。タレットがあるんだ。え？何？ボルワクの音はタレットっすね。うわ、マジで？なんでバレた？全然ダメだった。普通にバレた。あの拠点か。で、タレット壊れた角度から抜いてってんのかな？え？俺が倒したやつ、あいつかな？原人が突っ立ってますね。みんな、ギョフローとしてんのか、裸で。うわ、こっち漁夫行くべきだったな。奔放の音はしなくなりましたね。けど結構近かったように思うけど。ん、足音しますね。この辺だ。ん？どこをレイドしてたんだろう。梱包爆薬とかも持ってなかったし、運搬しようって感じもなかったしな。さっきロストしたトンプソン回収したわ。売り上げだったり、まあ、さっき地下回って集まったスクラップで、技術利用進めていこうと思います。あ、8倍スコープ。解放できたわ。16倍買った意味っていうね。自分もロケットレイド行きたいっちゃ行きたいんですけど、ちょっとタイミング的に難しいかな。今はこの近辺結構人いるんでね。まあ、ソロだとほぼほぼ漁夫られちゃう。歯車だ。アスレチック、あれ箱開いてないか。あれ？珍しく全脇じゃない？歯車チャンス来ましたね。まあでも、キーカードはないんだよな。お、出てくれた。え？マジで歯車チャンス。常勤もうまいし。よろしくない匂いがする。モニュメントパズルできてたらもっと美味しかったんだろうな。しゃあない。これで最後かな。うわ、出なかった。あとは持って帰れるかどうか。よし、無事帰宅。このタイミングでも全部、非強化の拠点ってあるんだ。え？抜かれてないの？俺がレイドしちゃうか。あれは、馬だ。仮にあの馬を持って帰ることになれば、拠点にまたペットが増えますね。持って帰るか。けどな、馬を管理する餌代が高くつくわ。絶対2頭ぐらいでいいのにな。無事帰宅。おーおーおお、めっちゃ並んでますね。もう一つ餌やり作んないとだな。
これらの部品系を分解すると同時に拠点に製油所を置きたいんで、製油所も購入しちゃおう。で、馬小屋拠点で飼ってる2頭の馬、あいつらも外壁の敷地内に入れましょう。分解していきまして、製油所を購入。なんだかんだで馬小屋拠点も全然レイドされないっすね。まあ当たり前か。茶馬から出すか。あ、ちょうど届きましたね。よし。製油所置いて、餌やり置いて、一頭ずつ並べよう。おお。なんかいいな、馬主感あるぞ。6頭も並んでる。糞がどん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 溜まっていきます。ということで、馬に乗って、さっき見た木の拠点を燃やそうかなと思うんすけど、ドイツのローナ。まあ、一番の新入り乗るか。空洞っぽいかな。空洞っぽい。ここが工具だな。てか、美味しくなさそうだな。ほら。木がめちゃめちゃ生えててよかったわ。さすがに目立つよな。え、壊れないんだが。おお。で、チェストほぼなかったっすね。え、めっちゃ木材ある。お、歯車とかもあるね。なんだかんだありがたいんだけど、今拠点に木材全然なかったんでマジ助かるわ。よし、無事帰宅ありがとな。大釜止めちゃってたんだよね、木材なかったから。日中に少しだけ拠点を強化したいと思います。塞いでいく。あれ、俺これ間違えてる。こう三角で建築したせいで増築できねえわ。ここを走行板強化しなきゃっすね。屋根もつけちゃいましょう。まだやってんだな。よし。あ、なんかいますね。めっちゃ撃ちたい。もう一回顔出したら撃とう。来た。うわ、だいぶ落ちるな、弾。当ててはいる。まあ、ヘイト買うだけだな、これ。ちょっとボルワーク売ってみたくなった。夜が来ましたね。夜の間に、もう一頭の馬を外壁に運ぼうと思います。一度肥料も回収しまして、この拠点、風化させちゃおうかな。ガレージ外して、
黒馬を脱出させました。暗すぎるなちょっと。ということで、装甲版の片開き2枚クラフト、それと、昇降口もクラフトしましょう。昇降口セットで、扉付け替えていきましょう。で、ここも装甲版の扉にしようかな。よし。でも今回で屋根をつけたことによってドローンが到達、あ、できるなこれ。あ、無理かな。どうなんだろう。え、なんで置けないの。ここでもまた坂道判定か。ここに置きましょう。よし。あ、やべえ、挟まった。あ、やべえ、ちょっと待って。出れねえ。こいつで、出て。で、餌を入れましょう。食え。マジで馬主だな。コンポスター置いて、え、めっちゃ馬いるんだけど。糞も回収しよう。うわ、この糞自動で回収したいな。やべえぞこれマジで。え、ヘリやってんの案外近くね。え、ウォータートリートメント回ってるやつがいる。さすがに当てれねえか。お、なんかいる。死んだぞ。うわ。起きるかな。起きなければ部品系とか回収できそう。起き上がってたってこと？それか、原人が起こしたのかな？ということで、無事帰宅。改めて見ても、この馬の数やばいっすね。ということで、今回でね、またさらに拠点も固くなりましたし、なんといっても、この馬の数。まあ、こんなに使わないだろうって感じなんですけど、まあ、ちょっとね、自分の馬コレクションとして、馬主になろうかなと思います。しかも黒馬2頭いて、白馬も2頭いて、結構早いやつが揃ってるというね。で、自分の拠点の周り、まだまだ敵いるんですけど、まあ、魚振られなさそうだなと思ったタイミングで、ロケットリードも行きたいですね。